どうもこんにちは。日々進化を続けるビール男 AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっと私、自身初の試みなんですけども、このね、同じ種類のビールを連戦してね、飲み比べていくというですね、イギリス3連戦第2戦目でございます。そうですね、まあ、私のですね、レビュー力の進化が問われる、そういった戦いになるかなと思われます。過去動画のコメントにレビューが弱いっていうですね、コメントを2件いただいてますので、今日はね、ビシッと決めていこうと思います。でちょっとビール冷やしてるんでね、取ってきます。さあ、行くぞ。はい、ちょっとビール紹介していく前にですね、私進化しました。ここですね、ピンマイク到着してね、装着してます。ちょっとね、試してみたんだけど、ちょっとね、ノイズが入るかなと思ってるんですよね。ちょっと若干問題があっても、今日の動画は配信していこうと思うんですけども、ちょっと見比べたりしてみて、と思えばちょっと使用を中止するかもしれないですね。今日はね、このピンマイクを使ってね、やっていこうと思います。はい、今日飲んでいくのはこちらです。ベルヘイブン90 V ヘビー、生産国イギリス、アルコール分 7.4% になってます。で、昨日飲んだね、こいつがね、名前の長さから一番のボスかなと思ったんですけども、アルコール度数的にはですね、これが一番高めと 7.4%、 まさにですね、最強にして最強の相手と言っても過言じゃないかなと思います。でちょっとこちらも飲む前に説明しておくと、ふくよかな甘みとですね、ドライフルーツのような香りがする複雑で濃厚な味わい、まるで赤ワインみたいな感じっていうふうにね、書かれてありました。じゃあ開けていきましょう。では今日もですね、イギリス行ってきます。乾杯。ビールじゃないな、もうこれ。ドライフルーツかなり濃厚で、アルコール度数が濃いっていうのがこう飲んだ感じでも伝わってくる感じ。私アルコール弱い方なので、ちょっと短期決戦でもう一口いってみたいと思います。最後もう一口いってきます。ちょっと9本目にして、だんだんこう自分のこう好きな感じが分かってきましたね。ちょっとやっぱ飲みやすいとか、フルーティーな感じとか、そういった感じが好きかな。まあこれ全部お酒を飲んでるんですけども、中でもね、お酒っていう感じがしましたね。いやちょっとやっぱ強いですね、酔ってきましたね。はい、で今日のこいつをですね、昨日飲んだ
これに足しましてですね、ちょっと順位を比べますと、こう足して2で割ると、うん、するとこうね、こう順位がこうあるんですけども、4位からですね、こうビッグマックが上がりましてですね、こいつは5位になると、うん、そういった感じかな、うん、そうですね、まああのこいつらね、5本で1つのビールとしていくんで、もう連帯責任だね、連帯責任、うん、上がることもありえるし、落ちることもありえると、うん、そういったことで、とりあえずね、3連戦のね、2戦目が終わりました、ね、残り明日もう1本やっつけて、その後残ったですね、こう2本で、この順位がね、またね、どう変わってくるか楽しみですね、うん、はい、というわけでですね、今日はですね、アルコール度数 7.4% ね、アルコール高めのビールちょっとね、挑戦してみました。で、あのこのピンマイクの件とかですね、いわゆるこの動画へのコメントいただきますと、僕もね、動画作りのヒントになったり、モチベーションにもなりますんでね、これからもね、どんどんコメントもよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。